ポインセチアをたくさん作って、ふわふわのお花紙クリスマスツリーを作りましょう。お花紙の屏風折りには型紙を使うととても便利です。型紙はお花紙の倍の大きさの紙を半分に折って八つ折りにしたものです。ここに2枚重ねにしたお花紙を置きます。中心の折り目から1センチほどずらしておきます。型紙に挟んで折り目の通りに畳んでいき、しっかりと押さえます。1センチほどはみ出たお花紙の部分をしっかり押さえて、型紙を引き抜き、もう一度押さえます。これでお花紙の屏風折りの出来上がりです。広がらないようにクリップで留めておきましょう。白いポインセチアにする場合はクリーム色のお花紙も同じようにして用意しておきます。必要な数だけ用意して、こんな風にセットにしておきましょう。次は端を斜めに切って、真ん中をホッチキスで留めます。真ん中に人差し指を当てて折るときれいに半分に折れます。葉っぱは角のところから斜めに切り落とします。クリーム色の方も真ん中に人差し指を当て半分に折ります。こちらは少し小さくしたいので、端から1センチほど入ったところから斜めに切ります。そして真ん中の折り目のところをホッチキスで留めます。これを2つ1組にしてクリップで留めておきます。花の真ん中につける黄色いつぶつぶを作りましょう。お花紙を折って8等分に切ります。お花紙がめくりやすいように手の甲にハンドクリームをつけておきます。人差し指に盛り上がるぐらい水のりをつけたら、親指とこすり合わせます。のりのついた指にお花紙を挟んでコロコロと丸めます。最後は手のひらにのせてきれいな丸い形にします。これをたくさん作っておきます。パーツを組み合わせてポインセチアを作りましょう。まず屏風折りを開いて折り山を潰します。そしてお花紙を2枚に分けていきます。反対側も同じようにします。今度は葉っぱ全体を手のひらで握ってぎゅっと左右に根元までしっかりと開きます。葉っぱの先を引っ張って形を整えたら、ツルツルした方を上にして真ん中を人差し指でぎゅっと押さえます。中心になる小さいパーツも同じようにできたら、大きな緑のパーツの真ん中に水のりをつけ、その上に小さいパーツを重ねてぎゅっと真ん中を指で押さえます。そしてまたこの真ん中に水のりをたっぷりつけ、黄色いつぶつぶを3粒入れて押さえて、これでポインセチアの出来上がりです。大勢で手分けするとたくさんのポインセチアを作ることができます。ポインセチアを並べてクリスマスツリーを作りましょう。まずプッシュピンに紐をかけてツリーの大きさがわかるようにしておきます。空いているところに雪の結晶を貼っておきましょう。ポインセチアはボンドで留めていきます。ここでは赤と白を使っていますが、赤ばっかり白ばっかり、また赤と白の割合を反対にしてもいいでしょう。もう少し大きくしたいので紐を外して増やしていきます。幹と植木鉢もつけましょう。お星様の光を先につけます。金色のテープをてっぺんから放射状に貼っていきます。
最後に大きな星をボンドで一番上につけて完成です。角度を変えてみると、ポインセチアがふわふわに盛り上がっているのがよくわかります。ポインセチアはツリーの周りの飾りとして使ってもいいし、小さい三角と組み合わせてツリーの飾りとして使うこともできます。たくさん作ってあちこちに飾り、クリスマスの雰囲気を楽しみましょう。